どうも、小向井美奈子です。キュンキュン。わ、キモいな、やっぱり。どうもどうも、小向井でーす。この間の YouTube のってさ、YouTube で、一番最初の挨拶的なやつ、あれをさ、どうしたらいいのかっていうのをコメント欄書いてって言ったでしょ？書いてもらったんだけど、昔のあのブリブリな感じでって。難しいよね。35だぜ。しかもあれはマジで作ってた今回だからな。いろいろすっげえ悩んだんだよ、これを回す前に。でもやっぱりね、出てこなかった。キュンキュンとかやったけど。ダメだ！無理ですね。まあ、徐々に、こう、どうにかこうにかしっくりくるものをね、しっくりくるものが見つかるんじゃないかって思ってる。だからそれまでゆっくり私のこの YouTube を見てればいいと思う。今日はね、刑務所で辛かったこと、ベスト3を紹介しようと思うんだけど、辛かったこと、まあ、そこにね、悪いことして、法律を犯して入ってるものだからね。それは、まあ、普通の生活とは違うってところが一番辛いんだけど、その中でも、みなこが本当にこれだけはマジで辛かったっていうのがあった。それを紹介していこうと思う。刑務所で辛かったこと、ベスト3ね。まず3。洗濯とか、洗濯機が使えない。あのね、これはね、洗濯機とかないから、あの、服とか自分で、こう、洗剤とか、で自分で買うんだけど、それで、こう、洗濯するんですよ、バケツとか使って。まあ、汚れが落ちてるのか落ちてないのかわかんないし、梅雨の時期とかこれ最悪だよね。もう本当に辛かったな。やっぱさ、こう、枕カバーとかもさ、あるんだけど、カバーね、布団とか、そういうのカバーもあるんだけど、それとかもやっぱり、一週間に一回くらいだったかな、洗濯。それはね、多分、超でっかい洗濯機と乾燥機があるんだけど、そこでワーンって回るんだよね。あとね、これも嫌だなと思ったのは、好きな時間に歯が磨けない。朝、起きた瞬間に歯磨き、洗顔。全然いいんだけど、それ以外磨いたらそれもダメなの。注意される。あの、私、雑居と言われる数人で入るお部屋じゃなくて一人だったから、みんなでこれはこうするんだよとかさ、そういうルールみたいなの教えてくれたりするらしいんだけど、それなかったから、一回も一回すいませんいいですかねって聞いてた。あ、そうだ、思い出した、もう一個。イム。あと、やっぱ中にいて長期でいる人とかもいるから、健康診断があったり、あと、その歯とかだと、虫歯になったら虫歯で歯を見てもらいたいです、みたいな。歯科の先生が来るんだけど。それとかも1ヶ月後ぐらいに来るみたいな。まあ多いですからね、先生は一人だし。それでめっちゃ歯が痛くて死にそうになったことある。無理みたいな。抗生物質をもらえるわけじゃなく、痛み止めだけで過ごすみたいな。それもそうかな。よし、じゃあ2でも行ってみる？2でも行ってみる？2って家やな。そしたら、みなこは言葉がバラバラになるタイプなんでね。この話についていけるか。理解ができるか、謎だぜ。はい、それでは、刑務所、辛かったこと、第2位。なんだと思う？なんだと思う？今ね、忘れた。なんだっけ？第2位。第2位。第2位か。忘れた。第1位は出てくるけどな。あれなんだっけ？刑務所で辛かったこと第2位。第2位はね、みんなが好き嫌いというかね、
食べれないものがあるんですよね。お肉とか、お肉がね、全く食べれなくて、嫌いとかじゃなく、ちっちゃい頃から本当に食べると戻しちゃう感じだったんだよね。やっぱり、給食と一緒でメニューが決まって出てくるんだけど、その時にさ、しぐれ煮だとかさ、がっつり肉っていう時もあるし、うわぁ、これ出てきた、食べなきゃな、食べなきゃなと思うんだけど、上ってなっちゃってさ、食べれなくて。そういう時はね、食べなかったな。で、米そのままでも食べれねえしな、みたいな。まあ、いや、今日は、みたいな。あと一緒ぐらい辛いなと思ったのは、面会これは本当誰でも辛いよね、面会は。わー、親来たー、みたいな。兄弟来たー、わーっつって。辛いって、何が辛いって、申し訳ねえなって気持ちと、こんな遠くまでありがとうって感じで。あと、別れが辛いんだよね。時間か、帰っちゃうのか、とか。あと何話そうみたいな。話したかったことあるのに、その話せなかったみたいな。来た時の喜びとさ、なんだっけ、別れの辛さが。あれが辛いなと思った。みなこが刑務所で辛かったこと、ベスト1位。風呂。お風呂、お風呂毎日入りたい人なのそんなわがまま言ってらんないよね。多分ね、そこの刑務所収容人数700兆位だと思うんだよね。でも本パンパンなんですとか言ってね、こう聞いたことあったんだよね。もうどん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 初犯で入ってきちゃったりとか、そのちっちゃい万引きとかそういうのだけでも入っちゃうでしょ。だから人数が増えてきたりするらしいんですよね。収容人数っていうのをオーバーしちゃいそうですっていうのは、なんかオーバーするかしないかみたいなことを聞いたことあったんですよ。その人数で風呂ですよ。全員で入るわけじゃないんだけど、その工場工場でこう入っていくんだけど、まあ風呂も時間が決まっていて、タイマーがあって、お風呂。はい、はいしーって言われたらね、そこから髪の毛洗ったり、体洗ったりとかして、浴槽があって、浴槽に入りたい人は入ればいいんだけどさ、その浴槽も一番最初じゃないとちょっとね、やっぱり私ちょっと潔癖なところあるから入れないんですよね。ランキングにするっていうのも動画と思ったけどな、刑務所で辛いことランキング。一応罪を償いに行ってるからね、普通じゃねえのみたいな、それが思っちゃう人だから私は。とりあえず、あ、こうなんだって。なんか楽しそうに喋んなこいつとか思ってるかもしんないけど、絶対入っちゃダメだからね、みんなも。こんなことなんか話していいのか話しちゃいけないのかわかんないからね、私も。あんまりそんな言葉も上手くないし、伝え方も合ってんのかわかんないし、説明なんて特に苦手だからね。今後も、この YouTube で伝えられることを伝えたいと思うけど、だからこそみんな見てね。登録よろしくね。あ、ツイキャスも見てね。そっちもフォローとかよろしくね。そういうことあったけど、こうやって生きてますからね。一応。じゃあ私と海でも行ってこようかな。海見て今話したことをもう一回考えよう。そんな感じでお付き合いありがとう。違うな。やっぱりコメント欄にさ、もうちょっと細かく、コムちゃんこんな風に一番最初やってとか、締めの言葉的なやつ、まとめ方的なのも書いてよ。自分で考えると思うでしょ。そんな頭ないから。登録、ストリップの方の情報とかは、ツイッターの方で見るけど、ツイッターのフォローと、ツイキャスのフォロー、よろしく。じゃあ、わっちは海に行ってくるな。バイ。コム散歩。行きましょうか。変な髪型してなわけ。コム散歩だよ。綺麗なんだから。最高だぜ。いや、まだちょっと濁ってる感じがする。
やべ、マジでギャルみたいな色になってる肌が。パラパラでも踊ってるかって勝手に思ってる。よし。